くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん見てるくるぶしです。サラです。オッケー。なんか久々の撮影ちょっと楽しくなってきちゃった。いいね、いい、いい家だね。久々の撮影で楽しくなってきちゃった。お腹空いてきましたよね、時間的に。めちゃめちゃ空いてる。ただいま1時30分。僕が知ってる、はあ、ちょっとご当地メニュー、これチョコちゃん好きなんじゃねえかなっていうのが。郷土料理的な。そうですね、山形。お、山形ってよく行きます？あんま行かへんけど、山形大好きな県よ。あ、なんでですか？さくらんぼ。あー、種飛ばし大会とかありますかね。それは知らんけど。じゃあ山形は何回か行ってる感じ？もう数えるぐらいかな。紹介するんだけど、俺1回しか行ったことないんですよ。非国民ですね。非国民なんですが。非国民なんですが。その料理の名前が、ひっぱりうどん。音楽仲間から教えてもらった食べ物なんですよ。はあ、その人のやり方で今日はやるんですが、山形の方とやり方もしかしたら多少違うのかもしれませんが、うん、これめちゃくちゃ美味しいんで、ちょっと早速作ってチョモちゃんにね、ぜひ食べてもらおうと。なるほど。はい。ごちそうさまです。まだ食べてない。はい、ということで、はい、はい、行きましょう。せーの、レイゴー。茹で上がったよ。茹で上がりましたね。茹で上がったね。なるほど、このままいただくわけですね。サバ缶と納豆で、あとお好みで生姜。この3つだけで、食材は大丈夫です。もうちょっと見えへんな。納豆を混ぜていきましょう。424回。え、これってそのタレとかも入れるってこと？あ、タレも入れて。からしは合わないかもしれない。からしはなしで、わかりました。はい、我々最近納豆よく混ぜます。いや、ほんまに。チョモちゃんはね、納豆もサバも好きですからね。そうね、両方好きやけど、うん、この子たちがコラボレーションできるのかっていうのはすんごい不安。それがあなた。それがあなた。しれっと混ざりましたよ。はい、これを一回器に、うん、一回器に入れましたよ、器に。はい、はい、はい、こんな感じですね。はい、サバ缶をですね、開けて半分入れてください。サバ缶を半分。はい、もうじゃあこれ汁も、汁も、はい、半分。はい、あ、じゃあこのまま入れさせてもらっていいですか？はい、はい、お願いします。じゃあちょっとお箸を。はい、はい、ごめんね、お箸にちょっとかかっちゃうね。大丈夫ですよ。はい、はい、オッケー、ありましたね。で、これをですね、うん、ぐちゃぐちゃに混ぜてください。サバの身が結構ホロホロになるぐらいまで。サバと納豆を混ぜることない？ない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 。ないよね。うん。こう混ざったよ。お、結構混ざってる。で、ここにですね、好みなんですけど、生姜入れた方が。なるほど。はい。はい。完成です。はい、これが、ひっぱりうどんの。ひっぱりうどん。はい。漬けだれというか。ほう。で、ここにですね、うん、うどんを釜揚げで、うん、入れて。うん、絡めていく。はい、どっさり入れるんじゃなくて、ちょっとずつ取って入れていく。そうですね。ぐらい。へぇー。おー、まあ、そうですね、そんなもんで大丈夫。Okay. はい。じゃあ、山形の郷土料理、引っ張りうどん。引っ張られちゃおうかな。これをガンガラメにすんの。ガンガラメにしてください。いただきまーす。いただきます。想像通りの味。マジか。いや、美味しい美味しい美味しいね。俺生姜持っていくかな。あ、ツナマヨっぽい味になるんですよね。ここネギとかも入れた。あ、いいっすね。なんかレシピ調べたら卵黄入れたりしてる人もいて、生姜、うん、たっぷり入れたらいいね。あ、いいし、体にも良さそうやね。ね、と包丁一本も使わないから。いや、ほんまにそれな。これだったらサバ缶すげえ食える。サバ缶の嫌な感じないな。そうなのよ。
美味しい。おお。でも一人でやろうとも思うわ。思わない。じゃあこれに俺はめんつゆ、うん、卵黄、ネギ。ああいいね。もうこのタレが好きすぎて、うん、全部いってしまった。なんかいろいろやってみたい。味噌煮とかでもやってみたい。ああいいかもしれないですね、うん、山形行ってもこの引っ張りうどんの店って俺見たことないんだけど、うん、家庭料理なのかな。あ、そういうこと。分からんけど店じゃないんや。あの山形県民の方いらっしゃいましたらぜひね、あのコメントで教えてください。教えてもらおっ、おめでとうございます。完食食ったね。どうでした。まあ、美味しい。美味しい。普通に美味しい。お、しょもちゃん的には、うん、10点満点で何点ぐらい。この初めての料理食べて10点満点で、はい、チョモスポイン。バーン4ポイント4 じゃあちょっとその4の理由を。伸びしろのある4ですね。お、この携帯では4。お、もうちょっと何かを足したらもうちょっと、そうね、さっきクリちゃんが言ってためんつゆだったり、はい、ネギで卵黄、うん、もしかしたらすごい跳ねるかもしれんし。お、まあでも、うん、でも美味しいよ普通に。おー、やっぱり、うん、今回はシンプルな感じで作って、うん、クリちゃんも食べてもらって、まあ美味しいと思います普通に。なんでちょっと、いろんなアレンジがあれば、皆さんの、山形のいらっしゃったら早くとかも書いてくれたらなと、またちょっとね、次は5点を目指して引っ張りうどん、やっていこうかな。引っ張りうどんが10点を取るまで。もういいっすね。引っ張りうどん 10点の道ちょっと頑張って。ということで今日はですね、山形の、ソウルフード、郷土料理、引っ張りうどん、ちょっと食べてもらった、おいしかった、ありがとうございました。裏紐引っ張らせて。